北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。北川先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、さあ今日はですね、リスナーの方から、ご質問いただいています。ちょっと今までにないようなご質問だったので、ぜひ取り上げたく、させていただきます。はい、はい、69歳女性の方からいただいています。はじめまして、私は社会に貢献したく、地域の交通安全を見守るボランティアをしています。地域分隊の分隊長として、5年間やってまいりました。素晴らしいですね。ところがこの度、本部の副隊長の役を、拝命しました。素晴らしい。結婚してから専業主婦として40年、人の上に立ったことなどはありません。本部の分隊長にもなれば、分隊が集まった時に、100人ほどの前で挨拶などしなければならず、市町村の偉い方々もいらっしゃいます。話せるのか今から心配で夜も眠れません。北川先生はたくさんの方、経営者の方々の前でお話しする機会が多いと思いますが、たくさんの方、地位のある方の前でスムーズに話す方法があれば教えてくださいということで、はい、いただいてます。これは聞きたい方多いと思いますよ。私正直言って、この方はね、2つ忠告があるんですけども、忠告と言いますか、こうすればいいよっていうのがあるんですけど、その前に、言いたい、私自身挨拶すごく下手なんですよね。苦手と言いますかね。そうですかね。詰まるんです。で、自分の思っていることを伝えるのはできるんですけれども、なんか今日も天気良くて、皆さん、なんて言うんですかね、お久しぶりじゃないけども、なんか良き日々のお集いくださいまして、ありがとうございますとかいう挨拶は全くダメなんですよね。いわゆるよどみなくきれいに、もうしどろもどろで、何っていうか、世間のよく議員さんたちとか市長さんたちとか、ありますよね。なんか校長先生たちが上手に挨拶するのを見ててすごいなと思うぐらい、私は全くできないんですね。で、ある時小学校の自分の子供の父兄として、卒業式の時に挨拶頼まれたんですね、父兄代表で。挨拶してくださいって言われた時に、全くできなくて、ひどろもどろなんですね。ああ、というし、眼鏡落とすし、子供たちはゲラゲラ笑うし、なんか、本当になんか苦手だな、今でも苦手です。挨拶したりなんたり、いきなり喋る方が、あれだったり、とにかく世間的な挨拶とか、地位とか名誉があるような挨拶の仕方はとても苦手なんですね。だから、この方に伝えたい。私は自分のことではなくて、自分の得たものとか、自分のなんていうか、神から授かった法則とか、こういうことはよどめなく喋れるし、1000人いようと1500人と、一番多かったのは1800人ぐらい前の人を相手に喋ったことは、それも平気なんですね。300人とか350人とか、結構300、400人いる中で、立派な人たちとか、社長さんとか、偉いとか、専務さんとか、なんか、市長さんに近い人たちがいっぱいいらっしゃるんですけども、そういう中で喋るのも全然平気なんですよね。平気というか、なんとも思わないというか、それは、自分は売ろうとしてないんですから、自分をよく見せようとか、全くないんですね。うまく話そうとかもなさそうですね。で、相手を解き伏せようとかいう思いは全くないんですね。そういう時はね、すごくスムーズに話が出てきます。ですから、いろんなとこで今日はもうだから今日は成功するぞとか、うまく話すぞと思うと、私はもうダメなんですね。評価を受けようと思って、評価を気にして、喋ると全くダメなんですけれども、そういうのを一切してて、自分の思いといいますか、得たものをなんか伝えようとするときは、本当になんていうか、言葉が出てくるんですね。なんか自分をよく見せようとか評価を得ようというのは一切捨ててしまうと言いますかね。本当に自分の思いと言いますか、私はこういう思いで、世の中に役立ちたいということを伝えていけば、本当にスムーズも出てきますね。うまく話すよりやっぱりその気持ち、心で伝える、心で話すことの方がなんか伝わりそうですね、結果的に。その話す内容も評価を得たいというのではなくて、こんなことを、こんな大事なことだけを伝えたいというのをちょっとメモして話すといいと思いますね。なるほど、でそれを評価とか人がどう見ようというのは全くなくて、本当大事な真実だけっていうか、交通に関して自分はこういう思いで今、やりたいと思ってますし、こういうようにして多くの人々にこう事故なく生きてもらいたい、人を救いたいという思いをこう、やってきたということを話せば、全然それはドキドキすることでもないし、恐れることでもないし、評価を受けることでもないので、喋れるんですよね。なんかいつでもそうなんですよ。生き方もそうなんですけれども、他人から評価を受けることを気にしないで生きていくとすごく楽なんですね。講演だけじゃないですね、先生おっしゃった通り、普段の生き方すべてに。下手でいい。だからさっき言ったね、一番最初はこの方に言ったのは下手でいいよって言っていたんですね。ドジを踏んでもいいよっていうか。ネタでドジでいい、でも情熱だけ持ってればいいんだっていうか、本当ね、だから本当に自分はこういう思いでこのなんて言いますか、今の交通指導って言いますかね、その仕事をやりたいし、やってみたいと思うし、それで引き受けたみたいでいいと思うんですね。生き方は下手だし、下手でいい。挨拶も下手でいいし、ひどろもどろでいいと思いますね。私もそうです。もう本当言葉は拙ないし、ひどろもどろだし、上がるときは上がるし、眼鏡拭いてたら眼鏡吹っ飛ばしてしまって、ゲラゲラ笑われたりとかするけれども、もうそれも自分なんですよね。だから、そこで評価を求めないで、こんなドジな私ですっていう感じでいいと思いますね。から堂々としてればいいですね。いわゆるどん兵衛で走るって言いますかね。下手でいい、どん兵衛でいいね。一番かっこよく一番で走る必要ないって言いますかね。そうですね。どん兵衛で、下手でドジで、でも最後の最後まで誠実に走り切りたいという思いがあれば、いいと思いますね。きっとね、この方、このご質問にもあるように、当然ですけど、社会に貢献したくて地域の交通安全を守るという、そのね、本当に先生がよくおっしゃる動機の純粋性というか、純度の高いことで5年間やってきて、で、本部の副隊長の役を拝命するっていうことは、当然それを評価されてのことでしょうから、さっきのね、評価を気にしないっていう、もちろん話ではあるんですけど、なので、本当に、なんて言うんでしょう。自然体で、ね、自然体が一番難しいってあるかもしれないですけど、なんかやってきたことにはきちんと堂々とされて、なんて言うんでしょう、だから伺いたかったのが、いわゆる立場、分隊長、副隊長になったからとか、隊長になったからっていう立場、場合によってはそれで逆にリズム崩したりとかもあり得るじゃないですか。そうですね。こうあらねばならないみたいな。あんまり。そうですよね。その辺のなんかアドバイス先生にいただきたかったなっていう。先生も先生って言われるじゃないですか、このように。平気ですけどね。なんと先生でも北川さんでも橋郎さんでもなんでもいいんで平気なんですよね。みんな先生と呼びやすいから先生でいい。この間言ったあれと一緒ですよ。なんていうかな。定石を目指すなっていうかね。下座上座を目指すな、空いた席に座れって僕いつも言ってるんですね。上座も目指すな、だから下座も座るなって言いますね。空いた席でいい、それぐらいの自由さでいい、ドジな自分でいい、どん兵衛の自分でいい。からここに来られてる分隊長さんたちもみんなドジな人ばっかりなんですね。そんなに志のある人たちとか立派な人たちじゃなくて。迷いがあったり、なんか平凡な人たちだと思います。ただ、分隊長と名前をもらってるだけで、使命感に目覚めた方たちはそう多くはないと思うんですね。だから、そんなになんていうか、自分を評価しようとする人たちはほとんど皆無だと思います。みんな、本部長、副部長になったということは、皆さんが歓迎してると思うんですよね。うん、その方のことをすごく歓迎してるし、そうですね、どんな分隊長なんだろうな、本部長なんだろうなと思う。うん、ただやっぱ熱意があって、優しくて、思いやりがあって、同時な本部長であればいいんじゃないですかね。うんうんうん、あと、あれですよね、なんかその評価を、周りからの評価を気にしないってことももちろんだと思います、まあ、逆に言うとね、ここにも市町村の偉い方とか、いろんな方がたくさん来てっていうんで、やっぱり確かに僕も最初、そういう講演とかって、やっぱりちょっとビビったりとかしますけど、やっぱり先生、そういう意味でも周りの評価を気にしないのもそうですし、なんて言うんでしょう、周りの人たちに対して、すごく、まあ、この講演だけじゃなくて、フラットですよね、僕のようなもうなんか若造とかと。接するときもそうですし、もう上場企業のね、一部上場企業の経営者と話すときも、やっぱりすごくフラットですよね。そうそう、まあ、この間、公平感というかね、若造も、うん、日立製作所の社長さんも専務も関係ないんですね、こう人間性なんですね、みんな一緒、みんな迷いの人間なんです。うん、みんなドジで、みんな大したことないんですよ。頭がいいと言っても、ただ勉強してるのすぎないで、この人生を悟ってる人なんて、まあ、お釈迦様とキリストぐらいなもんで、うん、後の人たちはみんな迷い人ですね。うんうん、まあ、羊の群です。うんうん、ですから、まあ、自分はそういう意味で少しこう、なんて言いますか、道が見えた人間という、こう、自信があるので、まあ、この方のことは別なんですけども、まあ、本当にみんな迷い人で、自分と同じように、こう、いつも緊張しやすいし、うん、恐れてるし、慌てふためく人たちばっかりの中で、自分が副部長になったっていうことを言えばいいんですね。大したことないけれども、なんか、皆さんと共に歩んでいきますみたいな感じで、ね、心をね、うん。だからこう、自分が、うん、選ばれたとか偉いとか、いいこと言わないといけないとかいうのは、評価を全然、もう全くと言ってほど気にしなくていいと思いますね。だから、それは今まで通りでいいわけですよね。その副隊長の役割をあんまり背負い込みすぎずに。うん、まあ、本部長、副部長と言っても大したことないんですよね。はい、本当のリーダーっていうのは、一番大切なリーダーは、もう、緊急の時とか、それから、なんか事件が起きた時に、発揮できる人たちといいますかね、交通安全で、交通が混乱した時に、パッと飛び出てきて、こう、なんて言いますか。日頃の訓練をこうできる人たちであって、うん、そういう人たちは非常に少ないと言いますかね。だからそういう人たちを育てるのがこう副部長の仕事なら、まあ、それを言えばいいんですよね。緊急、夜中、本当にこんな緊急の時にきちんと人々に秩序を与えることができる人がを育てたいとかいうような、思いを続ければいいと思うんですね。うんで自分の思いを続けるっていうことをですね、はい、評価を気にしない。そうですね。うん、2つ目はですね、はい、もう1つのことは、そろそろこう、まあ、69歳ですか、まあはい、60過ぎたら今まで人についていくだけじゃなくて、やっぱ世の中にこう人を少しこう導くといいますかね、はい、上に立たないといけない経験上ですね。上に立つべき時期に来たんですね。そういうタイミングだったのかもしれないですね。いや、もうタイミングというか、もうやっぱりみんなそうあるべき。そういう役割ですよ。だいたい40、50になってきたら、今度は自分より後ろの人たちをちゃんとこう導かないと、自分の経験で導かないといけないんですね。ですから、どんな人もやっぱり、そろそろ40代、50代になってきたら、はいたくさんの人を導かないといけない、自分の経験上ね、うん、そんな役を引き受けないといけないと思います。はい、だから、その役回りの年に来たというだけに過ぎないんですよね。だから、その役を果たしなさいと言いたいですね。なるほど、あ、そうか、まあ、そういう意味でも、なんていうんでしょう、あんまり、まあ、淡々とっていうと言い過ぎかもしれないですけど、うん、そういうものってことですよね。自分の生きてきた道を、うん自信を持っていいと思います。ただ、ドジでどんべだったけれども、下手だったけれども、はい、誠実にまっすぐ生きてきたということを伝えればいいし、これからも交通事故のない世の中をしたいという思いをなんか伝えるし、そういう人たちを育てていきたいというだけでいいんじゃないですかね。自分が評価を受けることは何にもない。評価を受けるとしたら、まっすぐ生きてきたことだけを認めてほしいだけで、うん、そうですね、自分はすごい人間だとか、うん、大したことないということは思わなくていいですね。ほとんどの人たちは大したことないから。うん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 、いや、ありがとうございます。なんかね、これ聞いてる方、皆さんやっぱりね、今日のようなダイレクトな役割じゃなくてもどこかしらね当然人前で話すことってあると思うので、なんか非常に僕自身も少なからずいろいろ勉強させていただきましたけど、でもなんか個人的には先生おっしゃるようにやっぱりその何でしょう、原稿書くのとかは違うと思いますけど個人的にもなんかその メモというか、なんか僕なんかもやっぱり機会がそういう機会あるときに基本的にはその場でやっぱり感じたこととか先生が言ったように自分がこう得たこと学んだことをお伝えしたいみたいなそこだけなんですけど、やっぱりそうは言っても頭真っ白になる時とかもあるので、一応これだけは話そうみたいなものだけをなんか1個だけ決めとくとちょっと気持ちは楽ですね、個人的に。そうですね、僕も 3,4 個話のつなぎとして 3,4 個のメモをこう、うん、文章ではなくてメモね、メモでいいですよね、もうキーワードだけでもいいですよね。そうそう、キーワードですね、安らぎとか、うん、今まで来た道とかそういうメモをしておいて、うん、それを見ながら話して大丈夫だと思います。だから評価は気にしなくていいんです。みんな あなたと同じ、私も同じ平凡な人間で、みんなどん兵衛でいい、うん、走り抜けばいいんですから、ね、そうですね、一番かっこよく喋らなくていいんです、うん、下手でいいです、うん、で、はい、詰まっていいんですね、うん、で、喋れない時間10秒でも20秒でも、うん、それでもいいんですよね、うん、なんとも思ってない。みんなその方のが微笑ましくていいかもわかりません。いいですね、はい、はいはい、ありがとうございます。さあ、この番組では、皆様からのご質問ご感想を引き続き募集しております。詳しくは北川先生のホームページもしくはメールアドレス北川@kikutas.jp 北川@KIQ アルファベットの QTAS.jp までお寄せください。さあ、そして、以前お伝えしました、千葉の断食会なんですが、6月10日もうすぐなんですが、おかげさまで全て定員が埋まりまして、もうあと3日ということなんですけど、一応、毎日キャンセルが、出た場合にはですね、参加できるかもしれませんので、ちょっとねこの今日の時点ではわからないんですが、もしご興味がある方はホームページの方からチェックしてみていただけたらというふうに思います。はい、ということで、今日もお届けしてきました人生を変える出会い、ご覧になっている方はチャンネル登録、お聞きいただいている方はぜひ、定期登録ボタンを押していただけたら幸いです。ということで、今日も北川先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。